こんばんは。6月9日午後7時になりました。第189回しゃべくり松代の時間になりました。今日の松代なんですけどね、私今日朝からね、長野に行ってまして、夕刊見てくんの、見てくんのっていうかね、見れなかったんですよ。今日はね、すごい雨ですね。朝からね、降ったり止んだりで、今もね、ざんざん降ってますね。これ人間にはあまり良くねえけども、あれね、作物にいいですね、これね。今日いいおしめになりましたね。はい。ということで、今も降っておりますね。ということでですね、このしゃべくり松代、いつも通り生放送でお送りしております。今日はですね、松代でね、さつきを育てて40年ということでね、辰堀さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。辰堀さん、早速なんですけども、どうしてこの40年さつきをやってるんです？私の若い頃ですね、30代半ば頃、日本中がそのサツキのブームに沸いた時期がありましてね。このサツキっていうのは非常に、花の色がいろいろで綺麗で豊かで、花芸というようなね、咲き分けるというのは、いろんなこの、魅力のある盆栽で、私もその虜になったんですが、当時ね、いっぱい始めますよね。そうですね、昭和40年代半ば頃、特に新潟とか栃木とかね、あの辺が大きな産地になってて、非常に日本中でサツキサツキっていうのは、そういう事件ありましたんでね。なるほどね。その頃から始めて、もうそれ近所中でサツキやってましたね。そうですね、で今はあれですかね、あまりやってる人少ないんですかね。当時に比べればね、非常に栽培する人も少なく、なったんですけどね。それでもこの時期になると、そこらにサツキの花の栽培が目立つ。にわかサツキ作りか。やっぱりサツキの時期になるとね。で、辰堀さんはそのサツキの作り方っていうのはどっかで習ってきたんですか、その頃？当時からね、長野サツキ会っていう、グループがありましてね、私もそこへ入会させていただいて、今でも続いてるんだけども、毎月1回ずつね、寄りまして、作り方とか、いろんなことの勉強会を、いまだに続けて、いるっていうのは、そんな状況なんですけどね。なかなか40年、これでいってわけにいかないんですよね。そうですか。で、あと何、その長野さつき会の他には、なんか県外にもなんか行ってるらしいじゃないですか。そのグループのね、中で毎年新潟とか、あるいは栃木県の鹿沼市とか、さつきの非常に盛んなところ、そういうところ行って、いろいろ新しいものを購入したり、世の中の動きを勉強したり、そんなことを相変わらず続けて、今になると勉強というよりも、それが楽しみでね、ついでに他の名所旧跡回ってくるとか、そんなことやってるんですけどね。この写真のこれがお気に入りなんですか、これは？これも一つの花の芸ですね。底白、これ底白って言うんですか？底白って言うんですね。中が白いから、中が白くて、非常に鮮やかで綺麗ですね。綺麗ですね。これはもう人気の花ですね。トップね、人気の。で、この下のは何ですか、これは？この…この下…みんな同じ種類なんですかね、これは？二色ありますね。これはね、吉月っていう品種と、それから、なんだっけ、もう一種類あるんですね。ですね、この作り方っていうのは何かあるんですか、このサツキの作り方っていうのは？サツキの場合も他の盆栽と共通してる、まっすぐ仕立てる直感から始まってね、S 字型に曲げる模様に、これが斜めに育てる斜観、斜観、それから株立ちとか、根上がりとか、いろんなこの他の盆栽の類でもみんな同じですけども、これなんか模様にって言ってね、こういう形多いですね。こういう形、一般的ですね、さつきの場合は。なるほどね。大体
その作り方は他の松でも何でも同じなんですか、その作り方の名前っていうのは。同じだね、同じです、ね、え、だから壁塗り屋さんみたいな、ね、さつきだらさつきをね、うん、ある程度勉強すれば、うん、他の松とか、そういうものの盆栽にも作り方は応用できますから、うん、いいってことですね、でこの盆栽っていうのはその種類っていうのはどのぐらいあるんです？まあさつきはね、さつきのその品種を育ててる育種家が、うん、全国に何人かおりますんでね、うん、毎年、何十種類っていうものが登録されるんだけども、大体まあはっきり分かりませんけどね、うん、3000とか4000とか4000とかね、そんなにまあ非常にたくさんの品種があるんで、まあ一般的に出回ってるのは300種類ぐらいですかね。あ、そうなんですか。実用的に栽培されてるのは300種類ぐらいですね。私も若い頃から結構いろんな種類を作りこなしてみて、うん、まあ作ってみて、いいものを、うん、を残していくというような、まあやり方で、今は40〜50種類の品種をまあ楽しんでるんですけどね。40〜50種類結構多いですね。まあまあいろんなものを欲しくなるんでね、やっぱりどうしてもそのくらいのものは作るようになっちゃうんですよね。40〜50種類で何鉢ぐらい？大体まあ50〜60鉢ですかね。なるほどね。大変ですね。だいぶ年取ってきたんで減らすように努力してるんだけどね。そうですか。で、いや年っていう話なんだけども、その樹齢、木の樹齢ですねっていうのはどのぐらいのものが多いんですよ、辰森さんは。うちにあるのはね、大体50年から60年くらいのものが。じゃあ辰森さんと同じぐらい。私はもっと年取ってるけど、そのくらいのものがまあ多くてね、自分で指し目したのも若い木もまああるんですけどね、やっぱりなかなか自分で指したものはそんなに急に太くなりませんからね、ある程度見れるような盆栽になるには30〜40年かかるってことですかね。結構かかるもんですね。で、そのさつき花っていうのはどのぐらい咲いてるんですか？こう綺麗に咲いてますね。さつきより早く咲くのがツツジっていうのがあって、これがまあだいたい5月初め頃からこの辺ではまあ咲き始めます。で、ツツジの後、まあさつきっていうのが咲くんで、まあ5月の20日頃から早いものは咲き始めましてね、7月半ば頃まで咲いてますから、ね、まあちょっと2ヶ月近く、さつきの花っていうのはまあ、楽しめるんだけども、まあ一つの品種から言えば20日ぐらい、少し涼しいとこ置いとけば、1ヶ月ぐらいまあ楽しむことができる。じゃあ順番にこのさ、早生のほどが咲いてずんずんにこう、そうですね、早生が咲いて2ヶ月弱咲いて、そういうことになるわね。楽しめるってことですね。素晴らしいですね。で、この盆栽なんでもそうなんだと思うんですけども、剪定ってこう大変ですよね。まあさつきの場合はね、剪定は花が散ってからね、花子っていうんですか、花が咲いてあとね、そのままにしておくと実がついちゃいますから、木が弱るんで、花が散ったらできるだけ早く、その花のあったのを取ってやったりね、いらない枝を剪定したり木を整えてやるっていうね、盆栽ですからあんまり大きくなっちゃい困るんで、そうだね、ある程度 の、 その大きさに整えるような剪定を花子の大体6月の末から7月にかけてやる剪定をするようにしてますけど ね、 結構大きいのもあるんですよね。あれ表のはどのぐらいあるんですか？何キロぐらいあるんですか？まあ20キロ30キロのあるから、まあなかなかね、あんまり大きいのは大変だよね。20キロ30キロあれば一人で持ち上がらないじゃないですか。まあやっとこうみたいなのはありますね。どうしても展示会なんかに出すときは大きい方が見栄えがするもんでね。そうですね、そういうので大きく育ててしまうというようなこともあるんですけどね。まあ取り扱いはね、あんまり大きいものは大変ですよね。でこのさつきもそう、まあ何でも盆栽そうなんだけども、その管理するのに一番大変だったのは何が一番大変ですか？まあいろいろ
あの一年中ね、うん、生き物だから、そうですね、あの枯らさないようにしていかなきゃいけないっていう、水くれか、まあまあ、水くれね、病害虫防除、それから肥料をくれたり、そういうことがあるんですが、まあ管理はそういうことで、ですが、うん、まあ作る上ではやっぱりあのその盆栽としてどういうふうにあの素晴らしい格好に育てていくかっていうね、うん、まあこれは一つのあのその人のセンスみたいなものが問われるんで、ね、ええ、まあこの辺が一番難しいっては難しいところだよね、うん、ところでね、ええ、太郎さん、一本の木からさ、いくつもの色を赤なり白なりピンクなり咲いてるじゃないですか、うんうんうん、あれは接ぎ木するんですか、これもそうですね、いや、うん、これもそうですね、これもこの次もそうですね、そうだね、まあ接ぎ木するわけじゃないんだよね、この写真で見るように、ね、色、まあ、白がベースだけど、うん、そこに赤があったり、中間的なのがあったり、まあ、絞りでね、うんうん、さっきもね、絞りね、あったり、まあ、これがその、うん、非常にサツキの魅力でね、うん、面白いところですよね、これはどうしてこんな色を、違う色になっちゃうんですか、これはね、サツキ本来のこういう咲き分けるっていう、サツキ本来の姿なんですね、青春なのこれ、ね、別に接ぎ木するわけじゃなくてね、接ぎ木するんじゃなくて、そういう性質があるということですね、そうなんですか、素晴らしいですね、なんか先週なんかさつき展あったそうじゃないですか、さつき展、毎年やってるんですけどね、この大体6月の第2、あたりが花の時期なんで、うん、これもそうですね、昔はあの真っ白の公民館でね、うん、やってたんだけど、最近はたくさんの人に見てもらいたいということで、A コープ松代線で、 A コープならたくさんね、ここもう十数年毎年やってて、まあ、お客さんに楽しみにしてもらってるっていうのはね、そんなところありますけどね、これは何人ぐらい、ね、この間出したのはね8人で二十数八出てるんだと思いますけどね、これは長野さつき会の、長野さつき会の年1回の行事としてやってるということですね、やっぱり松代の方も多いんですか、松代の方も多いし、川中島や遠いところは神山だから持ってきてる人もあるんですね、まあ千曲市の方からね来たり、松代の人が一番多いんだけどね、でこのさつきですね、盆栽はやってて楽しいですかそうだね、楽しくないよ、まあ、そうは言ってもやめるわけにもいかないっていうなるほど、生き物を扱ってる、うん、やっぱりこの時期になってね、花がないと寂しいですよね、もう何十年もそういう楽しみ方してきてるんで、春はサツキの花がないと、なんかあれだし、やっぱりいいよね、花があるっていうのはね、子供を育てるようなもんですよね、そうですね、育てると楽しい、こう、まあそういうことだね、あとこの盆栽っていうのはサツキの他には何かやってるんですか、松とかね、そういうものもありますし、それから最近は菊の盆栽っていうのが流行っててね、菊でこのサツキのような盆栽を作ったりね、それから私は観賞用の3本立ての菊も結構やってるんで、これからサツキが終われば今度は菊の管理っていうかね、なるほど、10月から11月にかけて秋の、まあ、文化の日を中心にね、菊を楽しむようなそんなことをやってますけど、ね、そうなんですか、菊も40年ぐらいやってるんですか、菊はねもう、そんなに長くないんだけど、定年退職後、じゃあ、まあ、2、3年前のね、十数年、あそう、やってるそんなところ、そうですか、菊はじゃああんまり長くないんですね、そうだね、菊はまあそれほど長くない、ね、あと菊の他にも何かあるみたいじゃないですか、まあさつきとね、つゆみたいになってるんだけど、山野草をね、これですね、山野草、これもまた我々に短期間 に、それこそ珍しいものがいろいろあるんで、結構ね夏場楽しむ、ね、いいですね、これ涼しそうでいいじゃないですか、涼しげでいいですね、これはこれでまたね、いいですね、いやこれはいいや、これがどのぐらいあるんですか、まあちょっと数は数えきれないけど、ね、数えきれない、まあいろいろ種類、何百鉢もあるね、種類がもう豊富ですからね、これ山へ取ってくるんですか、
いやいや、そんなことない。山行っちゃ取ってこれないですよ。これもね、うん、やっぱりあの近隣 の、 あの園芸店行ってね、集めてくるんですよね。集めてきて自分で増やしたりね。こういうのも、そういうことやってね。まあこれもね、一つのあの楽しみっては楽しみだし、一つのまあ、あの文化みたいなものもありますからね。なるほどね。そうですか。いや、立花さんね、まあいろいろまだお聞きしたいんですけども、ね、時間もなくなってきちゃってですね、最後にね、皆さんにお聞きしてるんですけども、何かその一言ありましたらぜひお願いしたいんですけども、はい、何かありますかね。まああの町路は昔からね、うん、いろんな歴史文化、うん、そういうものを、まあ、他の地区に対して、まあ、誇れるようなものたくさんあるんですけども、まあ、こういうさつきだとか菊だとか、うん、こういうものも、まあ、それぞれの地域であのその地域の文化としてこう、うん、根付いているんで、ぜひあの、うん、またそういうことを希望される方はぜひあの仲間に入って一緒にやっていただければいいな、そんなふうにまあ思ってるんですけど。教えてくれるんですか、はい、いくらでもまたあの教えるってわけにあれだけども、あのご支援をいたしますので、よろしくお願いしたいと思います。じゃあぜひね、はい、皆さん一緒にね、防災作りをやっていただきたいと思いますね。田中さん、今日はお忙しいところどうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼しました。さて皆さん、はい、ご苦労さんでした。予告の前にお知らせ、はいはいはい、お願いします。はい、お知らせね、はいはい、今度ですね、まあ、伝承館なんですが、富岡製糸場、これね、登録、世界遺産登録っていうんで、それに合わせてね、松代でもちょっと、製糸業の関係をやらなきゃいけないなっていうことで、まあ、夢空間がですね、これギャラリートーク、ね、まあ、あの伝承館でね、まあ、6月1日ってもう今やってるんですけども、8月31日まで、ね、そうです、そうです、これはパネル展一応やりますね。でその後これが、6月の24日火曜日に、ギャラリートークを丸山先生にやっていただくっていう形で、はい、やっています。ぜひまた参加いただければなというふうに思いますね。はい、ぜひですね、はい、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ続いてですね、はい、来週ですね、来週の予告は、はい、はいはい、来週予告、はい、私じゃなくて、はい、宮坂さんなんだけどね、はい、私、あ、そうだ、そうだ、来週もですよ、うん、来週もう一回やっていただいて、ね、はい、はい、そういうことで、今日はね、前島邸を、守る会の活動っていう形で、今日ちょうどね、矢野さんという方が見えてるんで、ちょっと宮坂さんと一緒に話してもらう。わかりました、はい、矢野さんどうぞ、はい、はい、あ、じゃあ一緒にね、はい、はい、よろしくお願いします、はい、来週はお忙しいところ申し訳ないです、はい、で、どんな話してますか、来週は。あの、実はここに、あの、旧前島邸を守る会ってありましたね、その活動がテーマなんですけど、前島邸守る会っていうのは、この今ここ写真に、はい、あの、はい、載ってます前島隆さんという、ね、方がね、これが寄付されて、まあ、今の前島邸を、うん、で、それを私ども、この方は今でもあのお医者さんやってる80歳を超えて、いられるのがお元気で、で、これはあの去年あの、お話をしてもらったんですけど、うん、来ていただいて、うん、で、私ども前島邸守る会は今小安町と松山町 の、うん、あの有志でも約50人いるんです、会員が。で、あのその邸宅を管理させてもらって、そういう活動をしております。その活動についてお話をしていただく、はい、ということで、はい、そういうことです。はい、来週それではね、はい、前島邸を守る会ということでね、はい、来週はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お期待ください。城はあなたの街、それそれそれくりの津城、また見てね。